ジャル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 。はい、もしもし。おお、もしもし。俺俺。はい、ごめんなさい、番号を登録できてなかったみたいで。あ、いやいや、声で分かれへん。ほう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 。いや、これ俺ごめん、ちょっとショックかな。はいはい、あ、俺俺俺、はいはい、声で分かれへん。ごめんなさい。いやいや、俺やん、ショックやわ。ごめん、ショックやわ。いや、俺やん、ごめんなさい。はいはいはい。あ、分からんか。あ、うん、あ、草平。え、草平。草平。え、マジ。あ、俺俺。お前草平やん。お前これ草平やん。お前水臭いな。久しぶりやん。ああ、なんで、番号知ってたっけ。あ、いやいや、聞いてさ、知り合いから。誰だ、誰。え、誰、知り合いって。あいつやん、あの津川。おお、つん。ああ、そう。お、マジかよ。そうそうそう、つんから聞いた。そうやねん、そうやねん。おーおー、久しぶりやな、待て。おー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 。いや、なんかあの見たで、なんか。何が。お前のなんか SNS で。何何、俺し、うん、何何、ハワイ行ってた。あ、せやね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 。ええー、お前すげえな。いや、まあ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 、20代のうちに行っときたいなってあったから。ああ、そうなんや。そう、まあ、29やし、もう行っとこうかな。うん、久しぶりやな、しかし。いやいや、ほんま久しぶりや。いつぶりやろ。もう。なんか大学の時一回会わなかった。ああ、なんかチラッとあったな。それこそツンツンツンがおった。あ、せせせせせせ。ツンはなんか言ってた気がすんな。そう、懐かしい。なんか行ったな。なんかどこ行ったっけ、忘れたけど。あ、なんかつったな。いや、ファミレスでなんか飯食うたじゃなかったっけ。うわー、せや、せやせやせや。なあ、あん時な、ほんま金なくてな。なあ、いや、ま、そうやな。うん、せやせやせや。そうやな。ハワイは初めて。初めて初めて。そうなんや。旅行で。旅行。めっちゃええやん。どうやった、ハワイ。いや、めっちゃ良かった。いや、俺もその、うん、まあ、自営業やんか。あ、いや、だからなんか、まあ、そういう刺激も受けながらのみたいな感じではあったよ。ああ、しっかり休まなな、そういうの。草屋今何してんの。いや、俺も別に変わらずやん。ああ、そうなんや。いや、すごいな、思って、自営業やってるって大変やんか。いや、でもなんか覚えてんで、俺学生の時、うん、やるみたいなこと言うたら、なんかつんが就職せえやみたいな。ああ、そういうのいいじゃない。ああ、つん言うよ。いいじゃない。でも、うん、そうやん。だって、なんや、うまいこと行くかもしれんし、行かへんかもしれんやんか。わからんもんな。ああ。まあまあ、でもこうやってハワイ旅行行けて、ああ。まあ、そうやな。まあ、実は、彼女と行って、ああ、そうなんや。そうそうそう、いや、ほんでプロポーズしたら。お前、そうなん。結婚式しようかな、思って。お前。せやねん、せやねん、せやねん。すごいな。いや、実はせやねん、せやねん、せやねん。エコノミー。ん？エコノミー。ビジネス。イコノミー？エコノミー？エコノミー？あ、エコノミー？うん、何が？ビジネス。あ、何が？飛行機。あ、飛行機、うん、いや、もうそれはもうあの、まあ、旅行やから。うん。まあ、ビジネス乗らさせて。お前マジ？マジ？お前すごいな。いやいやいや。ホテルはさ、どうなん？その、いろいろあるやろ。あ、いや、でもさ、プロポーズすると決めてたから、実は。うん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 。なんて俺、草田君言わなあかんねん。いやいや、教えてや。急にや。いろいろ教えてや。それ、いや、ほんま久々の電話やな。何泊？ね、普通に1週間。ハワイ1週間？ 1 週間。お前、やるな、ほんま。よかった。俺、なんか友達にしか公開してないよ、ね、SNS あれ。いやいや、なんか、風の噂で聞いて。ああ、うん、お前見てないやろ。うん、いやいや、だからまともには見てないんだけど。なんか声一緒やな。あ、そうかそうか。一週間ハワイ。はいはい。お前すごいな、ビジネスで。そうそうそう、いや、まあまあ、それはもう彼女もおるしみたいなのもちょっと見え張ったっていうのもあったら、まあ、プロポーズするって決めてたから。そのホテルさ、いろいろあるやんか。おう。だからその ランキング的なんで言うと、どの辺な。何が。この10段階あるうちの一番高級ホテルが10やとしたら。あんな話やねん。もうええやんけ、そんな。いやいや、教えてや、知りたいねん、参考に。ああ、まあ、でもプロポーズするって決めてたから、うん、お前も彼女おんの今。ああ、いや、まあまあ、それはええやん。いやいや、参考に決めてたら気にならへん。将来のためやん。それやったら、いや、俺はもう、うん、俺の考えで言うと、まあ、やっぱ、うん、なんだか8ぐらいは行っとかなあかんなって。10はやっぱ現実的じゃないから。すごいな。なんだか8ぐらいなと思って、8ぐらい攻めたな。あ、プロポーズすると決めてたからな。へえ、うん、どうやら彼女おんのかな。
いやーまあまあまあええやん俺のことは。何今度いつ会える？え？今度いつ会える？何今度いや、いつ会おうやったら、ね、ずっと会ってるみたいな。久々に会おう。大学の時だってお前ツンとおった時に偶然やったぐらいやんけ。いやそうやけどさ、こうやって今声聞いたら会いたなるやん。なんか声にな、お前なんか張りあるよな。なんかいやいや、ええもん食べてんねやろ。いやまあ何や、もうええって。昨日何食べたん？昨日鉄板焼きやろ。え、何それ。家いやいや、外食してた時は。ホットプレート？え、いや外食で家で。あ、そうなん。家じゃあの外でちょっとあの会食みたいなのがあって。そうなん。そうそうそう、まあいわゆる接待じゃないけど。すげえな。そうそうそう、あ、まあ、仕事につなげるために。そう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 、まあそう、ほんまにそうやな。高いんちゃん鉄板焼きって。たまあまあそれはええやん、もう高いよそりゃ。そうやんな、そんなポンと出せんねや。まあまあまあな、それ立場的には出さなかったな。いつ会う次。お前どこで働いてんの今。いやまあまあまあええやん俺のことは。なん相変わらずやって。そんな、ね、いろいろ、いや刺激なるやん。あ、そう。刺激なるからさお前の話って。いつ会えんの。いや置いて虎のもんやからさオフィスは。ああそうかそうかそうか。いや行こうかそれやったら。どんなとこで働いてんのかちょっと見たいやん。一応お前オフィスや、来んなや。いやええやん、旧友のオフィス。オフィスオフィス。いやそんな、だって大学の時ちょっと偶然ぐらいのレベルちゃうかった。あ、でもその近所のご飯屋さんとかでもええで。あ、ほんま、うん、ツンもええじゃん。あ、まあそうやな、せっかくやし2人で会ってさ、それやったら、いやぶっちゃけでいい、いや、うん、俺も大人やしも言うけど、うん、それやったらツンと2人で会いたいわ。お前正直に言い過ぎやって。いやだってそんな感じで遊んでないやん。いやだからやん、だからそれ刺激になるわけやん。何の刺激やねん、仕事してんの今。いやまあ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 。あ、いや、お前自営業やられてたら。そうやな、やってんねや自営業。だからいろいろ聞きたいねん。何系やってんの。いや、まあ、全然、まあ、それはもう全然話しようや。じゃあ、よかったよかった。自営業なやってるもん同士なんかあるもんな、靴ってどんなの履いてんの。なんて靴ってどんなの履いてんの。靴ってどういうことそれ。いや、あの、革靴なん。いつ。いや、仕事の時。仕事で俺、革履いてんな。その革、じゃあランキングで言ったら、10段階で。何がどういうこと。え、どんな靴履いてんの。いや、別に、まあ、大人やし、まあ、ええの履いてるよ。で、10段階で言ったら。10段階。いや、分からへんわ。ピンからギリまであるやんか、その。いや、まあ、別に7ぐらいになっちゃう。いつ会えんの、次。いや、別に。逆にいつ会えんの草。あ、いや、いつでもいいよ。今日でもいいし。今日は無理やな。まあ無理やな。明日。明日何時ぐらい。ああ、何時でも。明日か。あ、明日で。明日行けるかな。あ、夕方とかちょっと時間作る。ああ、そうかそうかそうか。いや、じゃ確定ではないけど、ちょっと夕方作るかも。お寺も来んの。あ、行く行く行く。うん。ほんま。うん。おお、まあ別にええけどやな。うん。オッケーオッケー。じゃあ明日会おうぜ。なんやねん、俺ツンも誘うよそれやったら。いやええやん、とりあえずじゃあ1時間俺と会って、うん、その後呼ぼうや。何やねんその1時間。いや話したいだけやんか。でどこ行くんじゃ、カフェ喫茶店か、どんどん何がやん。そやな、あんま周りに人おらんとこの方がいいかな。あ、そう。うん、2人きりでなんかな、こっそり個室みたいな。はい、うん。いや俺だったらハワイのお土産所あげるわ。ああ頼ま頼ま。いや何個か実は買ってて色渡す人いっぱいおったから。ああそうかそうかそうか、そう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 、せっかくやからもらおうかな。ああ、なんか欲しいもんあんの。いやいや、なんやろ。チョコとかは、うん、あるけど一応。またええやつなんじゃん。いやまあまあまあ。何があるかわからんから、ちょっとそうやな、多めに現金持ってきてもらって。金借りに来たやろ。お前金借りようとしてるやろ。いや、いやまあどうしてん。何今言葉にない音。金借り来るつもりやろ。いや、まあその話がどういう流れになるかそれは分からんけど。それはちなみにあり。確定やん、今。ええ、仮にやん。金借りに来たやん、絶対。この電話、金貸しての電話やろ。
ね、ある程度の懐事情聞いてて、うん、ビジネスエコノミーとかさ聞かへんやん、給油にさ電話してさ、うん、手当たりしたら電話してんじゃんお前。今大変やねん。ちょっとでええやん。いや、そのスタンスがちゃうと。いや、話は聞くよ。あ、いやいや、あの、いやいや、そういう話のつもりじゃん。普通に。普通に思い出話したいだけで。銃のうちとかさ、やらしすぎるやん。どんな靴履いてんのとか。今って財布にいくらぐらい入ってんの？絶対金借りるやん。どれぐらい持ち歩くの？いや、持ち歩くのはほとんどもうカードやん。あ、そうなんや。一応明日は何が起こるかわからんから、多めに持ってきた方がいいんじゃ。何やねん今の。うん。お前に持ってきた方がいいんや。いや、うん、明日、ほんなら。うん。まあ、金貸し、あの、いや、話は聞く。思い出話。話は聞くって。うん、話は聞くから、うん、普通に聞くから、うんうんうん、ただその俺もさ、うん、別にそのむやみやたらにさ、貸すわけじゃないから、はい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 、事情を聞いて、うん、その上で、もちろん。話させてもらうし、もちろんもちろん。ただそのなんか現金で、もちろんですって言うのやめて。もちろんですよ。貸すとか、その、金額のレベルな、それは生活費貸すとかだとちょっと俺もわけがちゃうかなって。ああ、そうですそうです、はい、もちろんです、はい。なんで敬語なんだ。いや、むずいよな、こういう時。うん。いや、あ、お前さ、ズブとかったらもっと来いや、普通に。いや、俺もさ、いや、一瞬自由やってさ、なあ、何系やってんの今、ほんで。まあまあまあ、ええやん、俺のことは。そこ大事やね、金貸す上で。うんうんうん。いや別に何やろ。いやらしいな、お前全然。ちゃうねん。うん。何が。なんかその、会社に融資してくれた、そういうでかい話じゃなくて。うん。普通にポケットマネー貸してやぐらいの感じ。だからそれが生活費とかで貸さんって言ってんの、俺は。うんうんうん。それはまあまあまあ、そういう話になるかわからんけど、まあ。一応ビジネスやねんからさ。うん。なんでそれ。言葉にならおうと。あ、まあ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 。うん。まだ。そんなお前声ひねってたっけ。え、何？学生の時もうちょっとまっすぐじゃなかった。あ、まあいろいろあるな。軽くひねってはいたけど。人生さ、いろいろあるよ。うん。声ひねりすぎてるからいろいろなんか言えてないやん。分からんけど。うん。まあ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 。わかるわ。じゃあ、4時でいい？それだから。うん。4時、虎ノ門の駅出て、うん、な、でっかい喫茶店あるから、うんうん。ずっとそこでじゃあ4時。あ、オッケーオッケー。わかった。話を聞くわ、一回。うん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 。はいはい。うん。花駅マックスで行かせていただきます。いや、もうそうそう、最初からそのテンションで来てくれたら、いや、俺笑ってなんか勝てたかも。最後つっからかん。花駅マックスで行かせていただきます。じゃあ、おもろいやん、お前。お前、おもろいな。思い出したわ。ああなんかツンがおもろい。わかったわ、なんか。ああ、よかった。おもろ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 。オッケーオッケー、話聞くわ。怒ってちょうだいね。よしよしおもろいな。あらね。はいはい、おもろおもろおもろ。はい、おやすみ。いいっす。